皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのはティーズスクエア神楽坂。初期費用は7万円。2022年1月地区の鉄筋コンクリート造マンション、新築です。1ヶ月のフリーレント付きで契約できる物件を発見いたしました。はい、募集されている賃料、教育費といった条件はそのまま。初期費用をお値引きして皆様にご紹介いたします。はい、おしゃれな物件です。この後スクリーンショットタイムが来ます。はい、今回はですね、2タイプの間取りをルームツアーで撮影しております。前半はワンルームタイプ、後半はメゾネットの 1DK タイプ。ぜひ最後までご覧くださいませ。はい、それではルームツアースタートしていきましょう。まずはワンルームタイプ。洋室7畳のワンルーム 22.35 平米のお部屋です。はい、このようにお部屋探しのハートサポートは、初期費用がとてもお得なおすすめ物件を YouTube 上で最速でご紹介したいということで、多少雑な編集になってしまっている点あるかもしれませんが、そこはご愛嬌でお楽しみくださいませ。はい、立地はですね、東京都新宿区柳井町にございます。こちらのティーズスクエア神楽坂、最寄り駅は東西線の神楽坂駅、徒歩3分、都営大江戸線の牛込神楽坂駅までなら徒歩9分です。神楽坂駅徒歩3分と記載されていますが、実際に歩いてみると駅から徒歩1分程度の距離にございました。はい、こちらはウォークインクローゼット。十分な収納スペースがございますね。はい、周辺環境も調べています。コンビニはセブンイレブンが近くにあり、スーパーはマイバスケット、業務スーパーがございました。はい、独立しているトイレ。はい、開けてみるとこのようになっていました。続いてお風呂ですね。物件の詳細につきましては動画の概要欄に記載しておりますので、皆さんぜひご覧くださいませ。ご質問や最新の空き状況等については、当社お部屋探しのハートサポートの LINE 公式アカウントからお気軽にお問い合わせくださいませ。お電話でのお問い合わせは朝10時から夜の7時まで、 LINE 対応は朝の8時半から夜の10時半まで行っておりますので、皆さんお気軽にお問い合わせくださいませ。なお、私の携帯はですね、24時間電話可能としております。寝ている間は出られませんが、気づいた時に折り返しますので、いつでもお電話くださいませ。はい、インターネット使用料無料のマンションですね。非常に素敵な新築物件です。ティーズスクエア神楽坂のルームツアー映像をご覧いただいています。後半は 1DK タイプメゾネットをご紹介します。それでは動画後半に続きます。皆さんこんにちは、岩木です。ご覧いただいているルームツアーのお部屋いかがでしょうか。詳細は概要欄に記載しておりますので、皆さんご覧くださいませ。それでは引き続き動画ご覧いただきましょう。はい、それでは 1DK タイプ見ていきましょう。ダイニングキッチン 6.8 畳、ベッドルーム 6.6 畳のお部屋です。はい、2口ガスコンロのシステムキッチン、はい、このようになっています。下に行きますとベッドルーム 6.6 畳が出てきます。また水回りも下にございますね。はい、それでは設備ご紹介していきます。エレベーター、オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、モニター付きインターホン、室内洗濯機置き場。 1DK タイプはエアコン2台、クローゼット、シャンプードレッサー、お風呂は浴室乾燥機がついています。下駄箱、フローリング、バルコニー、また都市ガスですね。こちらのメゾネットタイプ 1DK タイプは2人入居も可能です。はい、37.95 平米あるディーズスクエア神楽坂の 1DK タイプメゾネットをご覧いただいています。はい、ワンルームタイプを前半に、後半は 1DK タイプご覧いただいています。改めて初期費用申し上げます。ディーズスクエア神楽坂、初期費用7万円、フリーレント1ヶ月付きで皆様にご紹介いたします。今回のルームツアー動画は以上です。皆さん次回のルームツアー動画もお楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのアートサポート。